ようこそ皆様、今期のクソダサファッションのトレンドをお届けする銀コレクション、略して銀コレ、いよいよ開催です。銀プロジェクト、まずはじめに紹介するのはブラックのサルエルパンツにグレーのパーカー、そこに低反発素材の謎のアウターを羽織ることによって差し色のアクセントを加えたこの一見普通のファッションスタイル。しかしあぐらをかいて座るこのスタイルは、そう、朝の駅隅で段ボールを引いてワンカップ片手に語り合うあの姿。このスタイルならいつでも溶け込むことができるクソダサコーディネートだ。さあ続いて飛び出したのは、今年流行りに流行ったパステルカラーのシャツとサイドにアクセントが効いたデニムスタイル。ちょうどいいスケー感が清楚で上品な大人の女性の愛らしさとクールを表現している。そして一番のポイントはこの背中に透けて見える春北海道。あー、うっかり取り忘れちゃったというお茶目要素を取り入れることによって男性たちに程よい隙を見せることができる意外性抜群のコーディネート。ミリタリーシャツをハイウエストデニムにイン、くっきりと浮かび上がる体のラインがセクシーさ、身につけているオルギーン大佐のサングラスが危険な女を漂わせ、ミステリアスレディがここに完成。このミステリアスさに男たちは戸惑いながらも引き寄せられていくだろう。それからこいつを見てくれ、これはサイズが合わなくて締まらないんじゃない、こういうファッションなんだ、今年の流行になるだろう。もう一度言う、これはお腹が出ていてしまらないんじゃない、こういうファッションなんだ。これはさらに上級者向けのミステリアスファッションだ。グリーンの小人服を普段はスヌードで隠し、ここぞという時にネットコマーシャルの紅白カーテンのごとくスヌードを落としてグリコ参上。もはやスヌードの使い方が間違っていると指摘されるだろうが、今年のトレンドはこの使い方で OK。 最高にミステリアスで妖艶なファッションスタイルだ。チェックのちゃんちゃんこを身にまとった稲かっこ全開のこのスタイル、ちゃんちゃんこ服が絶対の存在感と重量感を見ている相手に無条件に猛烈アピールしてくる、別名歩く壁。しかし一度その重い鎧を脱ぎ捨てれば、中から純真無垢な清楚女子が、なんだこの見ているだけで人の神経を逆なでするような笑顔は、もはや殺意しか湧かない。このファッションはある意味人の記憶から忘れられない強烈なインパクトを周りに与える最強のコーディネートだ。ラストを飾るのは今年全米が大注目しているひよこの登場だ。つい先ほど卵から帰ったかのようなフレッシュな毛皮が女性としての可愛らしさを最大限に引き出す至高のスタイル。そしてその神秘の毛皮の内側に秘められたアマゾネス、その姿はさながらロールキャベツ男子、愛らしいひよこの皮をかぶった凶暴なアマゾネス、もはやもののけ姫に出てくるあの人しか連想できない。皆様いかがだったでしょうか。今期はこのラインナップを中心にファッションを展開していくこととなるでしょう。ぜひ参考にしていただければと思います。今後も銀コレはファッションの最先端トレンドを発信していきますので、また次回の銀コレでお会いしましょう。 Have a nice day。動画を見てくれてありがとう。こんな感じでくったらないことしてるから、よかったら他の動画も見てね。で、面白いなって思ったらチャンネル登録もよろしく。 Twitter とかもやってるから別にフォローしてくれてもいいんだからね。それじゃ、またね。